こんにちは。今日は心理学のお話です。投げやり、もうやめたっていう瞬間を防ぐ、そんなお話になります。人間いろんなことをこうやっている中でストレスが溜まっていくと、やっぱり爆発する瞬間っていうのがあると思うんですよね。いろんなこと皆さん普段から我慢してると思うんですよ。食事に気を使ったりとか、仕事でこう上司からいろいろ言われたりとか、あるいはできない後輩のことを我慢したりとか、いろいろこう我慢してることっていうのはいっぱいあると思うんですね。まあ、ダイエットで毎日カロリーを制限しながら過ごしたりとか、ある日会社の飲み会に行った時にサラダだけにしようと思ってるんですよ。皆さんダイエットしてますから、ダイエットしてるんだけど、目の前にごちそうが並んで、刺身の船盛りとか高カロリーのピッツァとか、そしてもう食べきれないほどの量のお肉とか、そういうのがあると、もうやばい、このままじゃ手が出そうになる、いやしかし俺は今ダイエットを頑張ってるんだ、まだ耐えれると思って、ただ目の前に料理があるだけだったら、美味しそうですね、ってなるんですけど、それを美味しそうに食べている料理が周りにいた瞬間にプツンってなって、今日はいいやーってガー食べて、すいません、ソフトクリーム、あと、なんだろう、なんとかパフェとかっていう風に頼んで、ツアートまで食べちゃう始末っていう風になるんですよね。これを心理学でいうところのどうにでもなれ効果っていうのがあるんですよ。まあ、他にも例えばよくこういう現象が起きるのが、皆さん1万円札ってガバガバ使わないじゃないですか。ところが1万円札は使わないけど、1000円札10枚になったらこう浪費が増えてしまったりとか、あるいは道にゴミがたくさん落ちたら自分も時間1個くらいいいかって言ってポイって捨ててしまうとかですね。だから時々僕はものすごく不快なんですけど、タバコがいっぱい落ちてる道とかあるじゃないですか。あれなんかっていうのは、最初に誰か捨てたのがいたら、あ俺も捨てようかな、あ私も捨てよう、俺も私も僕もっていう風にどんどんどん捨てて、なんかとある区画のところとか排水口の下とかにタバコがガッて溜まってるとか、そんな感じになっちゃうんですよね。だからこれをどうにでもなれ効果っていうのがあるんですよ。でこんな現象が起きやすいっていうのは、その周りの同調圧力とか、まあ、圧力っていうか同調によって起こるっていう現象も一つ見受けられるんですけれども、それ以外に個人に起こどうしても起こってしまう、個人の普段の生活の中で起こってしまうっていうのは、原因として大きく挙げられているのは心理学的に見ると2つっていうことが言われてまして、これ何かっていうと、まず1つが短期目標しか持っていないっていうことなんですよ。今日は例えば朝起きました、よし健康のために30分走るぞって思っても、いざ着替え始めたりとか朝ごはん食べてみると、なんか今日だるいな、やめるか、寂しそう、ご飯は美味しいしもういいんじゃないってなってしまうっていう短期目標しか持っていない場合、それから2つ目が何かをやめようとする時なんですよね。だから今日は炭水化物を食べませんってなってしまって、いや炭水化物を食べませんって決めたとしても、人間って禁じられるとついついやめたくなりますよね。小さい頃にいいかパパのあの部屋には絶対入るなよって言われたら、あの弟と妹を呼んで入ろうよっていう風にガチャ、うわーパパの趣味ってみたいなねこととか、うちはそんなことはなかったですけど、そもそも父親の個人の部屋もなかったですからね、はい、こういったどうにでもなれっていうような効果っていうのをこう、ね、防ぐためには一体どうしたらいいかっていうと、その真逆をやりましょうということで、短期目標とかそれからやめようとするんじゃなくて、長期的な目標を持ちましょうと、やるための目標をしましょうと、やめる目標じゃなくてやる目標をしましょうよっていうことなんですよ。だから長期の目標を作るっていうんだったら、1年で5キロ体重を落とすために週に2回とか3回とかランニングを続ける、その5キロのためにランニングを続けていくっていう目標を立てるっていう長期的な目標、それから2つ目に無駄なお金を使わないっていうような、やめるっていう目標にしてしまうと、そのやめているストレスによっていつ爆発して気づいたら財布からあれほこりしか出てこないみたいな状態になっちゃうんで、そうならないために、1日例えば3000円まで使うとか、1日1000円の昼食は食べていいとかっていう風にやるっていう目標、これをしていいよっていう目標を立てるっていうやり方の方が、皆さんストレスも溜めないですし、投げやりになるっていうことも少なくて済むという、そんな感じです。ただこの1個前の動画とかでも、具体的に目標を決めるのは良くないですよっていうのを、昨日の動画とかそれ以前の動画とかでも言ったことがあるんですけど、これっていうのはついついやめてしまったりとか投げやりになってしまう人に向けてだったら、どこまで走るのかっていうのを決めてやるっていうのは非常に大事なことです。でさっき言った長期目標とかやるっていう目標を決めるっていうのは大事になってきます。だって皆さんも
マラソンを5キロ走りましょうっていうのと、マラソンまあ適当になんか僕がストップっていうまで皆さん適当に走ってねっていうのだったら、どっちの方が取り組むかって言ったら、やっぱ5キロって決められてる方が走るじゃないですか。あ、お前のさじ加減かよみたいな風にされてしまったら、なんかそもそも走り出すのも嫌だっていう風になってしまうんで、どこまで走るのかっていうのはあらかじめ決めた状態で行くっていう方が、どうしてもついつい止まりがちな人にとってはいいと。あそこまで頑張れたんだから次の電柱まで行って終わりにしようとかっていう風に区切っていくことができますんで、そんな感じで長期目標を作るとか、これをやるっていう目標をついつい止まりがちな人は立ててみてください。今日はそんなお話でした。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。